皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の国語、返り点の打ち方、これについて説明していきます。これまで漢文で返り点があるもの、どういう順番で読んだらいいかというのを学習してきました。今回はその逆になります。この動画、返り点があるものをどういう順番で読んだらいいかというのが分かっていないとなかなか理解しづらいので、返り点があるものの読む順番よく分からないという人は上部にリンク先が出るので、そちらの動画で学習してからこちらの動画を見てください。では始めます。ルールありましたね。返り点何もなければ上から順番に読みます。そして「レ点」、これは一つ下の文字を先に読んで帰ります。今度は「1・2点」、これは2文字以上帰って読む時、1に入ってから2に進むというルールでしたね。この場合もこのルールが分かっていると簡単に解くことができます。その時順番がずれていたら、ずれた順番の一つ前にどこを読んだかというのを意識してください。では説明していきます。最初漢字が4つ並んでいて、上から1234と来ていますよね。これ何もなければ上から順にですから、ここには何も返り点がないわけです。2つ目です。今度2134と、本当だったらここ1が来るはずですけれど、ずれていますよね。この時先ほど言ったように一つ前に、このずれているところの一つ前にどこを読んだかを考えます。一つ下を読んでいますよね。下から読んで上に行ってね、下から読んでねというレ点がここにあるはずです、ね、下から読んでねのレ点ですね。ここにあってこうなっているはずです。ではこれが合っているかどうかを確かめます。皆さんも問題解いた後、ね、合っているかどうか確かめてくださいね。まずここに来るんですけれど、レ点がついているので下から読んで1・2、そして下に下って順番に3・4と読みますから、これ合っていますね。次です。1・2・4・3ですね。上から1・2、これは順番通りですから、ここに返り点は隠れていません。そしてここが4・3と順番が狂っていますよね。ではこの順番がずれたところの一つ前どこにあるかというと、3番ここですから、下から上に行ってますね。一文字だけ返っているので、ここに下から読んでくださいという下から読んでのレ点が隠れているということです。合っているかどうか確かめます。1・2、下から読んでね、で3・4と帰りますよね。合っていますね。では次です。1・4・2・3ですね。1・4・2・3、普通は1・2と来るのにここずれていますよね。このずれている時、ここに来る前どこの漢字を読んでいるかを意識します。4番の前は3番ですから、3番は一番下にありますよね。3から4へ行く時、これ2文字離れていますよね。つまりここには1・2点が使ってあるはずです。ですからこれ下からこういう順番に行ってるので、ここが2点でここに来る前が1点ということが分かりますね。合っているかどうか確かめると、まず順番に1番、2点は1に入ってからなので飛ばして2番、3に来たらここから1から2で4番がここになる。合っていますね。こうなっているわけですね。ではあと4問やってみたいと思います。今度は5文字です。1・2・3・4・5とあって、1・3・2・5・4となっています。もう一つ1・2・3・4・5文字あっ
って4、1、2、3、5とこうなっています。では考えていきましょう。まず順番にいくと一番上が1番、ここには何もないはずですね。次が3番になっていますね。本当だったら2番だけれど、ここで順番狂っています。ではこの一つ前はどこを読んだかを見ます。3番の前は2番ですから、2番ここに来ていますね。一文字下から帰っているので、これは一文字下の文字先を読む、先に読むので下から読んでねという目点がここに隠れている。1、2、3とこうなりますね。次はここが4番になるはずですけれど、これ5番になっています。ここの前にどの文字を読んだかを考えると、4番ここにあるのね。一つ下から帰って読んでいるので、ここに下から読んでねの例点があるはずですね。では合っているかどうか確かめます。まず1番そして下から読んでねで、2番帰って3番ここに来たんですけれど、ここも下から読んでねですから4番5番とね合っていますよね。例点がここの2つの部分に隠れているわけです。次に行きます。次は4、1、2、3、5ですよね。もう初っ端から順番ずれていますよね。ですからここに何か隠れているはずです、帰り点が。じゃあこの一つ前、つまり3番はどこかというのを見ます。3番はこんなところにあります。2文字以上離れているのでレ点ではありませんよね。1、2点です。先に読む方が1点、戻ったのが2点ですから、一番上には2点があるということですね。そして2点の前は1点ですから、ここに1点があるとこうなるはずです。では合っているかどうかを確かめます、ね、まず2点ですから飛ばして1、2、3で1点から2点、ここで4番でさらに下って5番と合っていますよね。このように、1、2点が隠れていました。あと2問やってみます。やはり5文字です。1、2、3、4、5とあって1、5、3、2、4とこんなふうになっていますね。そしてもう一つですね、もう一つ1、2、3、4、5とあって5、2、1、4、3とこうなっています。ではいきましょう。まず順番に1合っていますよね。次は5番です。5番の前の4番どこにあるか探してみると、4番はこんなところにありますよね。この2つの漢字の間2文字入っているので、これはレ点ではありません。1、2点ですね。後から読むのが2点なので、ここが2点その前に読んだ漢字の位置、ここが1点になりますね。ではこれでいいかと、1飛ばして2と来るはずですけど、これ3番になっていますよね。じゃあここを読む前はどこを読んでいるかというと、2番ここになっているので一文字下から来ていますから、下から読んでねという例点がここに隠れていますよね。で下から読んで3番4番1に入って2点で5番と、もう一度確かめると何もないので、1番これは2点があるので飛ばして、ここに来ると0点下から読んでるので2、3さらに下って4番来たら1点から2点で5番と合っていますね。さて次です。今度は5、2、1、4、3ですよね。これ5番になっていますね。5番の前って4番ですよね。4番どこにあるかって見ると1つ2つ3つ下ですね。
これ3文字離れているのでレテンではありません。1、2点が隠れていますね。2文字以上書いているのでここが2点でここが1点ということになりますね。さらに行きましょうと、ね、普通だったら1、あ、ここが来るはずですけど飛ばしてここが1、2って行きたいんですけどこれ1じゃないんでここにも隠れていますよね。帰り点で読む順番は1、2ってなってる。1つ下から読んでいるのでここレテンが隠れて下から読んでるんで1、2ね。で3っていきたいんですけれどこれ4番になっていますよね。ということはこの前に読んでいる文字は3番ここですから一番下ですからここには下から読んでねという印があるはずです。つまりレテンですね。ね、ここはですから1レテンになるわけですね。ね、で下から読んでねで3、4で1点から2点で5番。もう一度確かめると2点飛ばしてレテンで下から読んでねで1、2ここに行きたいんですけれど1レテンがあるのでレテンが優先で下から読んでねで3、4、1点から2点へ5とこのようになりますね。今回は、帰り点の打ち方のレテン1、2点の基本の部分について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。